シャーペンニュース80、シャーペンです。モーストニュースの翌日に今週のいろんな情報をできるだけ短くてねまとめていく動画でございます。80もやってるんですね。考えたら、まあ、800ぐらいまではやろうと思ってます。まずチャチャ重心か、まあ、順当に期間空いてた闇属性が来たんで割と予想当たってる人いましたね。僕はしっかり外しましたけど、でなぜか最近漢字2文字多いんですよね。まあ、塔とか違うんですけど、それ以外全員最近2文字なんで漢字チャンスかもしれない。ルリとか性能こちら、まあ、進化と神化の対応が合体しまして、闇属性だ唯一の地雷ワープブロックのトリプルアンチアビリティですね。で SS を短縮できるようになった弱点の質 SS で、まあ、自身の火力、さらには味方の火力にも繋がりますし、友情コンボは共に神化の上位互換となった、まあ、中距離と反射衝撃が12、まあ、これで火力も上がりましたし、まあ、全体的に本当に汎用性がぐっと上がりましたね。でも割とサポートキャラといいますか、露出 SS をどんどん打てるんで、まあ、いろんなキャラと相性良さそうですね。まあ、チャチャゴッホでもいいですし、懐かしの。なんか堅実な性能。というわけで、重心化、おめでとうございます。で、超重心祭に新限定キャラクター追加。あの、モンスト公式に突然投稿されたマッドハウスとのコラボショートムービーで登場したアミダが実装というわけで。で、性能が進化。光属性反射砲撃型。まあ、これまたアスウリに続いて、イデアと思いきや反射っていう、この流れ。で、まあ、原則壁対応もあるんで、一応三日月と対応ですね、一緒の。で、地味に初の砲撃型の全体機関通路高衝撃波。これに一応さらに、友情底力も乗りますけども、まあ、一応あれ、ずっと発動って難しいと思うんで、これおまけ程度に考えておきたいですね。乗ったらいいなっていう。で、SS は自強化した後に近くの敵に向かって攻撃するもの。まあ、なんか、ターン相応ぐらいの感じでしたね。やっぱりそれ友情底力があるとなんとなく弱そうというか、ちょっと微妙そうに見えちゃいますけども、まあ、友情面は強いと思いますし、あとなんか反射の重力ブロックが異様に増えてるんで、まあ、そこでもう一仕事って感じですかね。で、神化が光属性貫通バランス型。まあ、最近結構急増している超枚数ですけども、初の L をもらいまして、攻撃も3万超え。まあ、それなんで結構最初の4回の殴りは強力ですね。各ステージ。で、それに伴ってドレインで回復も優秀となっております。で、友情コンボバランス型とはいえ、ダブルエナジーサークルとインブリュートスフィアなんで、結構まあ広範囲にまんべんなくダメージ出せますし、で、SS 自強化した後に全体攻撃するものなんで、まあこれは雑魚処理向けですね。とりあえずまあ現状25の極上位鉄製ですかね。ゲージもないんで、サクサク回れますし、ストレスもなさそう。まあ、という感じで、どっちもまあちょこっとした汎用性と神化が25の極って感じですかね。だから今すぐ引く必要ないぐらいですね。あとはその長寿の卒業もなかったんで、なんか狙いのキャラ引くの難しそうってのはありますね。なので引く方はその辺お気をつけください。明日の12時から来ます。で、新たな超究極が登場。で、これはそのさっきのアミラのコラボショートムービーで登場した敵ですね。絶望ピープルってやつがいるんですけども、それが超級として公認するらしいです。あの、新アマテラスとかのシリーズではないです。で、クエストの詳細がハートなしと、マップ移動時に HP 回復なし、まあ、ゼロ突破した場合は、1回復して次に進むって感じですね。まあ、結構回復が重要となってくるクエストを。で、このクエストはクリアすると、絶望ピープルはドロップせずに、このキラリですね。この子がドロップしますと、代わりに。で、降臨方法なんですけども、鳥獣が開催されている日付の数時間に降臨するらしくて、今回はこの3日間、3降臨だけなんですけども、これ来月以降も来るらしいんで、安心ですね。まあ、ゆっくり回ってもいいですし、初日モンストの日なんでここでガッツリやるのもいいですしって感じですね。まあ、そんなに難易度は高くないと思うんで、気楽に行きましょう。で、新イベント、落ち手と高層の軽こさ。ガチャキャラクターが、アザトース。非属性貫通スピード型。アビに状態異常回復とか、友情コンボの超強ボーディナブラスト、超強爆発とか、結構なんかサポート向けかと思いきや、新アビリティの底力 EL 持ってまして、まあ、ピンチの際は火力が、急上昇しますね。で、SS は自強化に加えて自分の状態異常回復っていうやつなんで、完全なる18極特攻でしたね。あそこ割合攻撃ありますし、感染も自分で直せると。で、誘発できるんで小町とも相性いいって感じなんで、18は結構やってますね。で、あともゼフォンとアビは似てるんで、その辺なんかあるかなっていう感じです。で、ニャルラとホテプ。水属性貫通バランス型。アポロックスと同じ対応の地雷重力魔法陣トリプルアンチアビリティ。で、一応新友情の全敵超毒メテオ。これ詳細分かってないですけども、まあ、メテオの力が高いのか、毒が強いのかって感じですね。で、まあ、これは毒キラーかつ、誘発友情持ってて、ニャルラとホテプが、パワーフィールドまとえる、クレオパトラとか、ムーアルファとかとは相性良さそうですね。なんかフィールドまとった状態の、ランダー SS が強いらしいんで、この辺と組んだら割と、進化を発揮しそう。で、ヨグトソース。地属性反射パワー型。まあ、友情コンボの超強スパークバレットとチップソーは、パワー型で減衰してますけども、キラー対象には効果力ですね。妖精と源流。この3種にはガッツリ入りますし、で、このキラーはティルナ農具にハマってまして、結構ティルはサクサクいけそうですね。で、地味に2体目のビーラ SS。棒。まあ、これはほんとキラーが刺さったらとにかく強いって感じですね。
当たり前ですけど。で、この3体でし、今回は新キャラ確定ガチャがあると。まあ、今紹介した3体のうち、いずれか1体がもらえるガチャと、オーブ50個が、4900円で販売されるそうです。で、降臨が激中がハスター、究極がクトゥグア、イタクア。で、周回するとエアも降臨します。で、新キャンペーン、ラックボーナス優待キャンペーン。期間中に今紹介したこの対象のクエストをクリアすると、ラックボーナスの宝箱は2個以上の場合、まあ、運極でいいですね。まあ、その場合、金卵が各プレイヤーそれぞれ1体確定ドロップするってものなんで、だから運用周回すると絶対20周で終わるんですよね。あの、濃紺確定もあるんで、まあ、どんだけ悪くても20周すれば絶対終わる運極が、今回のイベントは。だからさらっといいキャンペーンでしたね。この際、まあ、エアもあるんで、そうそう終わっちゃいそうな周回していきましょう。エンマ展開降臨決定。いや、ペース早いですね、この回シリーズ。初降臨が5日の8時から10時。で、副友情コンボが、バーティカルレーザー M、メテオ、防御アップ、長距離スパークバレット、長距離クロスウェーブ。まあ、防御アップ、スパバレがメインですかね。頑張りましょう。次回のモンストの日、ラック引き換えが、スタミナメイン5個、オーブ5個、若く設置、ラキモン3種類所持で、英雄の賞。これ美味しいですね。で、降臨するのは0時から2時にエンマ展、14時から16時にケセド、19時から21時にパラドックス、で、21時から23時59分に、さっき紹介した初降臨の絶望ピープルですね。で、超級勢はアマテラスが11時から13時、伊達政宗が0時から2時となっております。まあ、暇があったらモンストしましょう。来週のラッキーモンスター、海坊主、リーベ、サターン、光源氏、ファラオ、光の姫君。まあ結構新エベが回りやすくなると言いますか。まあラッキーも関係ないですけども、効率につながるんで、できれば作っておきましょう。まあという感じで結構大方の予想通りアミダが頂上に来まして、で地味に新エベのあの、確定ドロップの機能はいいなと思いましたね。ぜひあれは、ずっとやってほしい。よかったらコメントなんか皆さんの気になった情報とかありましたらどんどん書いていただけると嬉しいです。あとついでにチャンネル登録もしていただけるとこんな感じで毎日音声動画投稿してるのよかったら登録していただけるとこれから頑張っていくんでどうかよろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。さようさよう。